に相談したいことがあります。状況を楽観視することはできません。都市部の怪物の数がまた増えています。私たちの知らない場所で敵の計画はまだ進んでます。ですから外との通信が途絶えた今、本部とは連絡が取れません。無線通信でもメールでもフォースワンの見えないバリアを通り抜けることはできません。あの金髪の男、彼が現れてから何もかもが変わってしまったんです。その誰かが人かどうかは分かりませんが、彼の仲間であることは明らかです。説明のつかない謎が多すぎます。ですが何としても外と連絡を取り、私たちの情報を届けないと。現状に基づいた下手な策しか思いつきませんが、手伝ってくれませんか？よろしい。早速出発しましょう。歩きながら話します。戦場に到着。やっぱり敵がたくさんいますね。偵察ユニットのために敵を減らしておきましょう。よくできました。それにしてもこの数、予想よりもずっと多かったです。引き続き前に進みましょう。ヨナ、気のせいか？わかった。急ぎ、ミスしました。チャージ完了。加勢する。この任務、思ったより簡単じゃなさそうだ。了解。ここにもいますね。即戦即決です。倒しても仕方がありません。騒ぎを起こすとかえって敵が集まってきます。もう少し進んで様子を見ましょう。やっぱり中心部に近づくほど敵の数が増えていきます。短時間で殲滅するのは不可能です。無意味な戦闘を避けるしかありません。先行訓練を受けたことはありますよね。わかった。
了解。この任務思ったより簡単じゃなさそうだ。人格です。カン、了解。わかった。了解。わかった。この任務思ったより簡単じゃなさそうだ。了解。着きました。ここです。偵察ユニットの設置はできています。念のため日が暮れた後に出発することになっています。あとは0019次第です。映像を外に出してくれることを祈りましょう。第一小隊も支援命令を受けました。戦場での救援に関して彼女たちはプロですから、私たちもそれまで頑張らないといけません。ですので隊員、体調が悪い時はいつでも報告してください。崩壊エネルギーの侵食の危機を脱したばかりですし、月の輪でもあなたを完全に治せませんから。けど約束はできないですよね。分かってますよ。他人を守る前に自分自身を守りなさい。それがセーフレイヤーで受けた最初の授業のはずです。さあ隊員、そろそろ戻りましょう。ここに長く居すぎると偵察ユニットの位置がバレてしまいます。それに仲間を心配させるわけにはいきません。そうですよね。